イギリスの政治経済誌エコノミストが2023年版のザ・ワールド・アヘッドを発表しました。エコノミストは政治や経済の問題を鋭く分析することで世界中の経営者や官僚などにまで広く支持される歴史ある雑誌です。この雑誌が毎年12月に発行するのがザ・ワールド・アヘッド。そう、これが今回のテーマである未来予想に使うものです。このシリーズではその年に一体何が起こるのかの予想が綴られていますが、その中身もさることながら毎年話題になるのが表紙のイラストです。意味深なイラストは未来を予想していると考えられていて、多くの人たちがその本当の意味を考察し解読しようとしているんです。そこで今回はエコノミストの表紙を読み解くことで2023年の世界で何が起こるのかを解説していきます。最後までご覧いただければこれからの世界情勢についての理解が深まり、2023年あなたの学びの指針になること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まず表紙全体を広く見てみると、黒の背景に赤の四角形、その間を埋めるように描かれた囲碁や将棋を思わせるマスのようなものを見つけられます。これは最近話題の仮想空間、いわゆるメタバースでプレイするゲームザ・サンドボックスのマップの一部のようにも見えます。ザ・サンドボックスは今注目を集めるメタバースゲームの一つです。このゲームではプレイヤーが自由に経済活動や創作活動をしたり、ゲーム内の土地を取引することまでできます。その際に使われるのは独自の仮想通貨です。サンドボックスではサンドという通貨が使われます。その他にもサンドボックス内で自分のオリジナルゲームを作ったり、イベントを開催することも可能です。そうして他のプレイヤーにも利用してもらうことで取引はさらに増えていきます。現実世界でも流行のゲームや話題のイベントがあれば、実際にちょっとプレイしたくなったり参加してみたいと思いますよね。同じようにメタバス上の土地でも魅力的なゲームやイベントがあれば、そこに人が集まります。人が集まるとそこに取引が発生することで、メタバース空間にも経済的な価値が生まれるのです。これは個人だけの話ではありません。企業も土地を購入し始めていて、例えば有名スポーツブランドのアディダスもその一つです。サンドボックスのメタバース空間内ではアディダスのロゴが掲載されている土地が誕生しています。世界の有名企業もメタバースに参入する流れがあります。またアディダスは土地の購入以外にも NFT を販売したことが話題になりました。 NFT はブロックチェーンという技術によってデジタル作品であってもこれが本物ですよという証明ができるようになったもので、アートなどデジタル資産もそこに含まれます。ですからネットの画像をコピーするような感覚で偽物を作ってもすぐバレてしまいます。世界でただ一つの本物だとわかるからこそ、デジタル上であっても価値が生まれるんです。アディダスが発売した NFT はパスポートのようなものでした。それを持っていればサンドボックスなどのメタバース内で使用できる服や、それと同じデザインの服を現実でも手に入れられるというものです。各 NFT の値段はだいたい9万円ぐらいで、29,620個限定の NFT は販売後数時間で完売してしまいました。その売り上げはなんと2,300万ドル、日本円で約26億円の取引です。仮想空間の資産で26億円の取引があるなんて数年前は信じられない世界でした。でも近い将来、より多くの人がメタバースに参加するようになれば、NFT での取引は僕たちが Amazon や楽天で買い物をするくらい普通のことになるのかもしれません。またアディダスは2022年11月初めてウェアラブル NFT コレクション、バーチャルギアを公開しました。ウェアラブル NFT とはメタバース上で使われるバーチャルウェア、つまり服のことです。現実世界では難しいデザインも、バーチャルウェアではデザイナーが思い切って表現できます。先ほどの NFT が様々な権利を得られるパスポートだとすると、今度はバーチャルギアというコレクションそのものです。つまり仮想世界で普通に服が売られるようになるということです。
アディダスは一般の人たちがメタバース上で生活するようになることを見越した住環境の整備を行っているのかもしれません。さすがにそれは近未来すぎるでしょと思った方もいるでしょう。ですが今年は現実とメタバースがぐっと近づく年になるという根拠もあります。2023年秋、とある商品の発売が噂されています。それがアップル社の VR ヘッドセットリアリティプロです。予想される価格は日本円で約40万円と決して安くはありません。とはいえアップル社の新製品としてメタバースがもっと注目されるきっかけになるのは間違いないでしょう。目の動きや空中で手を動かせばそれで操作ができるという噂もあります。 iPhone の発売によってスマホ社会を日常にしたアップル社が今度はリアリティプロの発売によってメタバースを日常にしてしまうということもあり得るのかもしれません。しかし今後はメタバース上で国同士の領土争いが勃発するなんてこともあり得ます。この予想に関してはまだまだ先のことになりそうですが、今起こっている現実的な世界での領土争い、そして戦争については今年も目を背けることはできません。さてもう一度今回の表紙を見てみると、それぞれの国の大統領や首相などトップの顔写真が並んでいます。これは現在の世界に強い影響力持つ人物を示しているようです。ではここからは表紙に写る顔ぶれにも注目していきましょう。一番目につくのは表紙の真ん中で存在感を放つロシアの大統領プーチン氏です。その下にいるのはウクライナ大統領のゼレンスキー氏。昨年の2月、ロシアとウクライナの間で始まった戦争は未だ終わる気配がありません。この戦争は世界各国に悪影響を及ぼしています。原因の一つが食べ物や石油、天然ガスなどといったエネルギーの価格が上昇したことです。なぜそれらの価格は上昇したのか、これは2つの国の輸出品を見ればわかります。ロシアは石油や天然ガスなどのエネルギーが豊富な国、一方のウクライナは小麦やトウモロコシなどの食料品が豊富な国です。この2つの国同士が戦争したことによってそれらの輸出は大きく減ることになりました。エネルギーも食料もどちらも僕たちの生活にはなくてはならないものです。そのため世界全体の物価が上がっているのです。特に食料や資源に貧しい国はたまったものではありません。日本もその典型です。でもロシア、ウクライナ以外から輸入すれば大丈夫じゃないかなんてことは甘い考えだったと思い知らされる1年になるかもしれません。日本は島国ですから輸入のほとんどは船によって行われます。つまり外国からの船は海を渡ってこなければいけません。これが難しくなる可能性すらあるんです。現在日本は石油の9割余りをサウジアラビアやイランなどの中東の国に依存しています。では中東から出発した船はどういったルートを通るかというと、最短は台湾の周りを通るルートです。もしも台湾周辺で何か問題が起こった場合には回り道をする必要があります。例えばインドネシアやフィリピンを通るルートです。しかしこれはかなりの遠回りで船で運ぶのにかかる日数も燃料代もかなり上がってしまいます。そう、ここにリスクが隠されているんです。台湾周辺での問題、これを思い浮かべながら再び表紙を見てみましょう。プーチン氏の左隣にいるのは中国の習近平氏、プーチン氏の真上にいるのが台湾の蔡英文氏です。中国と台湾のトップが同時に描かれているということは何か意味がありそうです。実は今アジアでロシアとウクライナのような関係になりつつあるのが中国と台湾なんです。実際に昨年8月にアメリカ下院議員議長だったペロシ氏が台湾を訪問した際のこと、台湾を自分たちの国の一部だと考えている中国は一つの中国に反しているとして台湾周辺で軍事演習を行いました。驚くべきことに9発の弾道ミサイルのうち5発が日本の排他的経済水域に落下しています。もし仮に中国と台湾の戦争が始まれば、僕たちの生活を支える海外からの輸入が途絶えてしまう可能性があります。つまり台湾を通るタンカーや船が足止めを食らうということも十分にあり得るということです。表紙のゼレンスキー氏の周辺には
天然ガスを運ぶ船や日本の自衛隊の車両なども確認できます。これは戦争などが世界のエネルギー問題を引き起こすことを示しているとも考えられますね。それだけではなく、戦争をきっかけに世界中の国々が自分の国を守ることに力を入れそうです。つまり安全保障が鍵になるということです。日本を例に見てみると、政府は自衛隊などにかける費用を増やしています。2023年の防衛費は過去最高の 6.8 兆円、2022年より 1.4 兆円の増額です。しかも2023年から27年の5年間で防衛費を総額43兆円にすることを決定しました。これは中国が軍事力を急速に拡大する中で、実戦を想定して弾薬などを確保し、南西諸島への部隊展開能力を強化、敵の基地を攻撃する反撃能力の整備などの狙いがあります。そしてこの反撃能力というのが一つ注目されていることです。名前の通り他国へ反撃する能力ですが、これまでの日本は過去の戦争の反省から専守防衛を行っていました。つまり日本からの攻撃はせず、相手の国からの攻撃を防御する力だけを持つということです。しかし反撃能力を持つことが決まったことで、戦争の関わり方にも変化がありそうです。これは攻撃を受けた側が逆に攻撃を仕返すこと、他にも相手が攻撃の準備をした段階でその領地内のミサイル発射拠点などを攻撃することも含まれています。今後この決定が国際社会にどのような影響を及ぼすのでしょうか。ロシアとウクライナの戦争というとどこか遠いもので、実感が湧かない人も多いかもしれません。ただ中国と台湾が戦争を始めるということになれば、日本人もいよいよ他人事とは思えなくなります。世界を見渡すと自分の国を優先していこうと考える人たちはいます。こうした流れが広がることで、今後の世界の秩序が大きく揺れ動く可能性があるんです。プーチン氏の右隣に移るのがイタリアのジョルジャ・メローニ氏です。あまりピンとこない人もいるかもしれませんが、彼女は2022年10月にイタリア初の女性首相になった人物です。ではなぜメローニ氏がエコノミストの表紙に登場しているのか考えてみましょう。彼女の立場はいわばとても保守的です。つまり今までの伝統や習慣に重きを置いています。例えば同性同士の結婚の反対や移民の排除などを掲げています。過去には国際化や多様性を重んじる価値観も否定していました。国際的に足並みを揃えるというよりも自分たちの国を優先しようとしていたわけです。自国優先主義を掲げるメローニ氏はイタリア国民の支持を集めました。その理由としてエネルギー問題も関係しているでしょう。イタリアは天然ガスの輸入約4割をロシアに依存していました。しかしロシアがウクライナに侵攻したことでその輸入はストップし、エネルギー価格が高騰することになります。そこで登場するのが欧州中央銀行前総裁のマリオ・ドラギ氏です。ドラギ氏はヨーロッパの経済危機を安定化させたことから国内外から人気のある人物です。こうした実績が認められ2021年2月にイタリアの首相になります。ドラギ氏は不安定になった経済を立て直すため、政党の垣根を越えた結束を呼びかけました。コロナ禍やエネルギー問題の解決のための堅実な政治運営がうまくいくと、イタリアは危機的な状況からは脱出します。とここまでは良かったのですが、残念ながら政権内での内部分裂が起こってしまいます。そうしてドラギ氏が退任へ追い込まれると、国民たちの不安感は高まります。どの政党に任せても私たちの暮らしは結局良くならないと。そんな時注目されたのがメローニ氏なんです。先ほどメローニ氏は保守的な考えとお話ししましたが、国民が支持したのはそこではありません。減税、エネルギー料金の負担軽減、子育て世帯への支援などの国民に寄り添った公約でした。メローニ氏は過激な発言をしたわけでもありません。自国優先主義というのもあくまでイタリア国民の安全や暮らしを守るという理由から支持されてきたのです。自国優先だからエネルギーはロシアから買う、 EU や NATO とは協力しないなんてことも一切言っていません。
EU と足並みを揃える約束をしていますし、ウクライナ支援とロシア制裁も欧米諸国と協力して行うとさえ表明しています。ただこれで安心とは言い切れないのが今回の表紙を飾った理由でしょう。例えばメローニ氏の政党イタリアの同胞、こちらと連立を組む政党に同盟というものがあります。実は同盟はロシアの政権与党である統一ロシアと協力関係にあるんです。しかも党首であるサルビーニ氏はロシア制裁の効果を疑問視する発言を繰り返しています。問題はこれだけではありません。同じく連立を組むフォルツァイタリアの党首ベルルスコーニ氏の存在です。この名前は聞いたことがある方もいるかもしれませんが、過去にイタリアの首相を経験した人物です。このベルルスコーニ氏は首相時代からロシアのプーチン氏と親密な関係を築いてきました。最近もロシアのウクライナ侵攻を擁護するような発言をして批判を集めました。しかもメローニ氏自身、ウクライナ侵攻前はロシアとの関係改善に賛成しています。加えてもともと EU について批判的な立場を取ってきました。そのため少しずつ EU と距離を置き、逆にロシアに近づいていく、そんな未来が待っているのかもしれません。イタリアが自国の利益を優先することで EU の足並みが乱れるのはロシアにとっては願ってもないことです。2023年は少しのほころびが世界のパワーバランスを変える1年になるでしょう。自国優先主義がもたらすリスクを抱えているのはイタリアだけではありません。表紙を見てみましょう。プーチン氏を挟みベローニ氏の対角線上にいる人物です。リスクを抱える国の大統領ジョー・バイデン氏です。2021年1月、共和党のトランプ氏に勝利しアメリカの大統領となった民主党のバイデン氏、彼はウクライナ支援に積極的でした。ロシアの軍事侵攻に歯止めをかけるため総額で190億ドル超、日本円で2兆円以上の軍事援助を行っています。その他にも中国に対してのハイテク製品の輸出規制、インド太平洋海域における米軍の影響力の強化などにも力を入れました。この背景にあるのはロシア、中国を中心とする東側陣営へのアピールがあります。つまり世界の秩序のためあなたたちの好きにはさせないといった信号を東側陣営に出しているわけです。こうした姿勢は欧米諸国を中心とする西側陣営には大きな力になります。とはいえ国内でも全面的に支持されているのかというとそうだとは言い切れません。2022年にアメリカで行われた中間選挙ではバイデン政権の支援金について批判が上がりました。中間選挙は4年に一度行われる大統領選挙のちょうど中間に行われるものです。全米で一斉に行われ、連邦議会の上院と下院の議員選挙や州知事選挙なども含まれます。日本とは仕組みが違うため大まかに捉えてほしいのですが、上院は参議院、下院は衆議院みたいなものです。州知事はニューヨーク州やカリフォルニア州みたいな各州のトップです。この中間選挙前、共和党員のケビン・マッカーシー氏はこのようなことを言いました。ウクライナは今後白紙小切手を受け取ることはないだろう、つまりウクライナが求める援助金をアメリカが出すことはないだろうということです。他にもジョシュ・ホーリー上院議員はウクライナ支援をアメリカの利益にならない、ヨーロッパにただ乗りを許しているとまで述べています。こういった発言の背景にはアメリカ経済の景気悪化が関係していると考えられます。物価は高騰し、2023年も国民の暮らしが良くなる見通しはまだ立っていません。ですので共和党員の中にはアメリカ国民の暮らしにもっと目を向けるべきではないかと考える人がいるんです。しかも政治家だけが勝手に言っているわけでもなさそうです。2023年1月にアメリカのシンクタンクピューリサーチセンターはとある調査を行いました。アメリカの18歳から24歳の成人5152人に対してロシアのウクライナ侵攻に関してアメリカはウクライナを支援の空白を埋めるというものです。その結果は支援しすぎていると回答した割合が 26% にも上りました。2022年9月の調査時点では
支援しすぎていると回答した割合は全体の約 20% だったため 6% も増加しています。ウクライナ侵攻直後では支援しすぎているの回答は 9% だったため、この1年で着実に増加していることがわかります。ピューリサーチセンターはこの結果について、共和党員の発言が影響を及ぼしていると言います。つまりウクライナへの支援は過剰だと発言する共和党員が増えた、するとそれを支持する国民も同じように考えるようになったということです。では肝心の中間選挙はどうなったかというと、上院は民主党が過半数を取り、下院は共和党が過半数を取ることになりました。僅差ながらも下院で共和党が過半数の議席を取ったこと、これがウクライナ支援の妨げになる可能性があります。例えばバイデン氏と民主党主体でウクライナ支援の法案を出したとします。この法案は上院と下院両方で認められた場合でなければ成立することができません。つまり下院の共和党員が拒否すれば支援金をストップさせることも可能なんです。現状はウクライナ支援を打ち切る予定はないという話が現下院のトップマッカーシー氏からも出ています。一方で支援金の削減を求める声があることも事実です。その上で2024年のアメリカ大統領選に目を向けてみると、昨年の11月トランプ氏が大統領選立候補を表明しました。トランプ氏は前政権でアメリカファースト、つまり自国優先主義を掲げて支持を得てきた人物です。まずは国際協調や同盟関係は二の次で、アメリカ国内の景気を良くする、こうした考えを持つトランプ氏が再び大統領になった場合、果たしてウクライナ支援は継続するのでしょうか。自国優先主義による国際的なリスクは少なからずあるということ、2023年アメリカ大統領であるバイデン氏の行動次第で来年の大統領選、そして世界秩序は大きく変わることになるでしょう。ここまで世界情勢について、今後の展望について予想しました。最後は近未来を想像される事柄について、表紙に映る興味深い3つの機会に注目します。まずは習近平氏の右隣を飛んでいるドローンのようなものを見てください。実はこれ、ドローンはドローンでも人を乗せることができるドローンカーなんです。最近は EV トールという名前で注目を集める空飛ぶ車です。ではなぜ EV トールが習氏の隣を飛んでいるのか、そのことを頭の片隅に置きながらしっかり確認するとそのわけがわかります。どうやらこの機体、中国のエクスペンエアロ社が開発したもののようです。その名は X2。 観光や医療輸送などの短距離の移動を目的に作られたこの車は、昨年10月にドバイでのテスト飛行に成功しています。その上、2023年1月には中国の民間航空局から特別な条件下で飛行を許可するライセンスを取得したことまで発表しました。つまりルールを守れば自由に飛行することまで可能になったのです。中国で EV トールにライセンスが与えられたのは今回が初めてのことです。しかも驚くことに、2024年には発売を計画しています。想定価格は約2000万円と、なかなか手が届く金額ではありません。それでも世界規模で EV トールの実用化が進んでいることは確かです。その根拠として、2021年アメリカの金融機関モルガン・スタンレーが驚きの予想を出しています。2050年世界の EV トール市場規模が9兆ドル、日本円で約1000兆円を超えるというものです。このように桁違いな価値を持つ EV トールは、実は日本でも実用化が進められています。2025年の大阪万博で EV トールを登場させようとしているんです。でも登場するって言っても実演みたいなものでしょと思うかもしれません。でも大阪万博で予定されているのはエアタクシーです。そう、誰もが乗れる空飛ぶタクシーの実用化を目指しているんです。その路線は会場の夢島と伊丹空港、大阪市内、淡路島などを結ぶ8路線で計画されています。これは世界で初めての試みになる本格的な空飛ぶタクシーです。2023年には
安全面での技術向上や法整備などさらに進められることになりそうです。 EV トールが一般的な乗り物になる未来は 2,3 年後というところまで来ているんです。空のつながりとして次に注目するのが習近平氏の下、バイデン氏の左上にあるものです。こちらは NASA の小惑星探査機サイキでしょうか。この探査機、同じ綴りの小惑星プシケに向けての打ち上げが予定されています。早ければそれは2023年10月10日ということもあり、今注目されています。そもそもプシケは直径約250キロの小惑星ですから、なぜそんな小さなプシケに探査機を送るのでしょうか。それはこの小惑星には他とは違う特徴があるからです。その特徴とは、プシケがほとんど金属の塊であるということです。多くの小惑星が岩石などからできているのに対して、プシケはニッケルや鉄などの金属でできています。金属の星と聞くと少し驚かれるかもしれません。でも実は地球の中心部も金属の塊であると考えられていて、金属の塊であるコアという部分を岩石が覆っているイメージなんです。プシケにももともと岩石があったようですが、大昔に星同士が衝突したことで岩石部分が吹き飛び、コアがむき出しの状態で残ったと推測されています。そのため NASA はプシケを調査することで多くの発見をしようとしているんです。惑星のコアがどのような作りなのか、地球型惑星の内部を理解できるのではないかなど、加えて岩石や氷でできた星ではなく金属でできた星に探査機を送るのは世界で初めての試みです。つまり金属の星を間近で調査すること自体にも価値があるんです。しかもこの金属の惑星についてもう一つ興味深い話があります。なんと金属をすべて地球に持ち帰ることができれば、鉄だけで1,000K ドルくらいの価値があるというものです。 1,000K ドルは日本円だと約13外円です。奥の次の兆、兆の次が K、その次が外ですから、もはやどんな金額なのかも分かりません。もしもこの金属を地球に持ち帰る技術ができたら、アメリカは莫大な利益を手にする、そんな想像をしてしまうところですが、これはちょっと無理があるようです。惑星科学者でプシケ探索を率いるリンディ・エルキンズ・タントン氏も、そんな大きな金属をここに持ってきてどうするんですか、それで人類の金属資源問題は永遠に解決するんですか、妄想ですよと言っています。そうは言ってもスケールの大きな想像ができるのが宇宙の面白さでもあります。サイキは今年の10月10日に打ち上げられたとして、プシケに到着するのは2029年8月の予定です。もしもこの計画が成功すれば、惑星がどのように生まれるのか、その過程の理解を大きく進めることになるでしょう。それでは最後にこちらも宇宙つながりで、さらにスケールが大きくなる話です。先ほどお話しした EV トール X2 の後ろに何やら大きな鏡のようなものがあります。これは宇宙の遥か彼方を見通すことができる宇宙望遠鏡、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡です。こちらを開発したのも NASA、 開発費はなんと100億ドル、日本円にして約1兆3000億円です。肝心の性能も桁違いで、1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡と比べるとその違いがわかります。なんと感度はハッブル宇宙望遠鏡の100倍、鏡のサイズは6倍で、大きな鏡で多くの光を集めてよりクリアな天体画像を捉えます。このジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は2021年12月に打ち上げられました。地球からは約160万キロ離れた地点に達し、2022年7月には初観測を行っています。ということはまだ半年程度しか運用が行われていません。ですがこのわずかな期間でも驚くべき成果を上げています。具体的には2022年12月に観測史上最も古い銀河を撮影しました。その年数はなんと134億年前です。現在の研究では宇宙というのは138億年前に超高温超高圧の火の玉が爆発したことで始まったとされています。この大爆発のことをビッグバンと言います。
つまり今回撮影されたものが134億年前というのですから、ビッグバンの約4億年後に発せられた銀河の光ということになるわけです。しかも成果はこれだけにとどまりません。2023年1月9日シアトルで開催された会合で、天文学者の矢尾仁氏が衝撃の発表をしました。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使って見つけた87個の銀河の中には、ビッグバンからわずか2億年後、約136億年前のものがあるかもしれないというのです。驚異の実力で宇宙を覗くこの望遠鏡、その先には地球外生命体を発見する未来もあり得るでしょう。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は多くの銀河を次々に発見しています。そのため太陽系の外にある惑星の大気を観測する、そして生命活動と関係があるような成分を捉えるといったことも期待されています。惑星に生命がいた場合、その大気にも生命が存在する根拠が発生するはずです。例えば植物があって光合成をすれば酸素が、大気中にはオゾンが生成されます。他にも樹木などから発生するメタンも観測できるかもしれません。これと関連して2023年1月11日には、これまで知られていなかった太陽系外惑星 LHS475b を観測したことが報告されています。こちらに関してはまだ大気があるかどうかは分かっていません。ただ今年の夏にはさらなる詳細な観測を実施する予定です。もしかすると2023年は人類の歴史で初めて地球外生命体が存在する惑星を発見する、そんな年になるのかもしれません。さてエコノミストが発表した世界はこうなるを読み解き、2023年の未来予想をしました。今回紹介したもの以外にも表紙を見渡してみると興味深いものをたくさん見つけることができます。例えば蔡英文氏の左側に映るロボットアーム、メローニ氏の下側にはサプリメントのようなものが、はたまたゼレンスキー氏の左後ろ、こちらはおそらくメタンでしょうか。表紙を眺めれば眺めるほど新しい発見があります。エコノミストの編集者たちは一体どのような意図を持って表紙を作成したのでしょうか。考えれば考えるほど想像が膨らんできます。あなたも一度ぜひじっくりと眺めてみて、自分なりの未来予想をしてみるのはいかがでしょうか。もし面白い考察、重大な発見などがありましたら、ぜひコメントで教えてほしいです。さて大人の学び直し TV には他にもおすすめの動画があるので、ぜひもう一本見ていってください。また僕個人の LINE、Twitter、Instagram もあるので、フォローして応援してもらえたら嬉しいです。概要欄から覗いてみてください。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。